This program is the Nawaka Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wu. Moeka TV.ヤロさん、おはようございます。おはようございます。今年も1年ご視聴いただきありがとうございました。2018年12月30日今日のジアスで、今年最後の収録です。1年間見てくださった方、呼んでくださったオール様、携わってくださった皆様、ありがとうございました。毎月恒例と言ってもいい、はい、ジアス今日はもう最後なの。あ、そうだ、来月はないんで円満卒業。そうだね、大船ほどお互いこう円満で追われたホールさんはないんじゃないかな、ね、最初パチンコの店って言ってさ、はい、行くようになってね、アクロスが強いとかなって、抽選番号1番の子がバーサス行くような店になったりして、そうです、ね、前日も出してくれた。そうそうそう、鎌倉製麺というね、素晴らしい超絶、あのウシュランね、うち行くミシュラン、ウシュラン、あれはもう5つ星の店ですから。 AV サインおじさんが初めて来たのも大船でしたよ。あ、そうでしたね。その打ちたいというか店の傾向を読むのと向こうの意向とそうこうマッチングする率が高かったですね。そうなんよ、いやここかみたいな、やっぱ必ず正解があったし、これも絶対俺たちのために入れてくれたろうというラブジョー1、2杯入れてくれたりね2台ダンバインの楽しさしたのも大船でしたよ。まあそんな、まあいっぱい出したいなっていうのはまあ当たり前なんですけど、はい、そんな中でね、ジャスセンターみんなの、パチスロガールフレンド各彼が1台増大して2台になってます。寄せに来てんなこれはあるんじゃねただただシコリティが高いだけの。シコらせに来とんな。おまんまは難しいけど、おまんまはねぐっと近づく、まあ、近づきますね。下皿に天が差し込んでアタックビジョン感じだろっていうただ AO をね、はい、今打ったらいけるんじゃないかシリーズ。そう、今ならいけんじゃねえかって思わなくもないのよ。クローズアクティベートチャンスやっちゃいますか。やれるんじゃねえかな、たまには。ウルガツあるよ。あ、マジっすか。ウルガツ行くか行こう、決まりクローズアクティベートはやれ。鬼の城のチャンスゾーンよりむずいと。じゃあ行こう。お、ブラックチューズで発動する。お待たせしました。一列目の方、ヤロさんから抽選開始いたします。どうぞ、こちらでも同じでございます。1番どうぞ。いけなくね。まあまあ積んだ最後130万、多分今日150ぐらいベッド、パルツ、ちょっとまあもう似たようなもんや。でロボやし。やばいやばい、思考が雑になってる。アウストラルオーシャン、もうこうなったら。おはようございます。売れか違い、売れか違い、惜しかったね。もうちょっとかかったら多分いけてたね。そうですね、データランプ見てる人でしたね。そういや、いいっすよ。けどあれらしいよ、先月5、6角が出たらしい。 A をなんか2、5、6角じゃなかった。2、5、6か、はい。まあなんでなくはないかもしれないっていうところで、一応ジャックチェ、ジャックスイカ、特定の小屋からの特定のボーナス、はい、いやね、
ちょっとそれが何かまでは把握してないんで、見ながら教えてくださいまし。絶対強水かだ、これダメか、当たったろ。あ、レインボー、え、あ、いや、レインボーまで上がんのかなと思って。いや、これはあるもん、これだってレア役みたいなやつだもん。ほら、レインボー、綺麗、当たった、早い、白白黒、白青、早い早い、特殊名ね、あのチェリー付きリップが止まった。トロフィーないか、いいですね、早かったですね、早かった、大事だからね、やっぱね、初当たりはね、そうですね、投資が加算前に、そう、ここでシークレットバトルに行けばなおのことよし。ある、ある、いい、強いやつ、頑張れ、よしよし、いけるんじゃないかこれ、え、いけるんじゃないかこれ、え、いけるよこれ、いける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 、ほら、素晴らしい、ぷいー、うまい、今日はやれるわ、やれる、クォーターアクティベートやれる、今日1回目の一発目からやってやりましょう、やりますわ、やりますわ、ほら、うい、素晴らしい、うまい、そっか、レアーク引いたらでかい乗せだけで終わるのか、プラスじゃないんだね、続くのはベルか、まあ、あのコースが1個あるんでね、やります、ベル、ベル、まあ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 、熱い、どうち、両手から221ゲーム、
138ゲーム、201ゲーム、投資が7000円。シークレットバトルに行きませんね。入りませんね。まあもうちょっと打ってみよう。もう一回 ART したいわ。行きます。まだ大丈夫。これ強制かな。強でしょうね。よしよし頼む。これはあるだろう。いきなりここに行くのは。あ、よしよし。久しぶり、1000ゲームぶり。やばいやつ。あ、いつものやつ。大丈夫、うまくいけばやれる。どい行くんかい。あぶねー、よかった。160ゲーム、めちゃめちゃ飲んでえから2000とか。どうするんや。はい、弱者が111分の1で、1より大幅に下回ってる。そうですね。で、弱者以下が6より、はい、弱者がめっちゃ悪いのが気になるんだよね。けど、まあ、やめる理由の一つではあるかもしれないですね。あ、来た C2 あたりR2 も良さそう ね、すごいね。あ、ギアスはここやろうな。今段階でどっかって言われたらここやね。 AO は無理でした。サラバン、253ゲームから。いや、めちゃめちゃチャメ引くわ。どんな2回当たらんかな。AT 連れてくるとかっすよね。そうだね。ダブルシロ、熱い。これはおるやつですわ。あれ？あれ？そうでしょう。セーフセーフ。616ゲーム。これはいただき入れないといけないな。追えないじゃない。追えないっすね、トドロキ君。
ある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 それはありますわ、86ゲーム耐えた。いや、さっき選ばせてもらったんで、お好きなのを。ないよね。茶目引き散らかすマンや。ナイス。お役でめちゃめちゃ当たるやん。へい、75ゲーム。じゃあ鏡に行きましょう。まあ後ろが平鏡やけん、やっぱ負けんように音鳴らしていかないかんけん。頑張れ。よしよし、ナイス。今夜は寝かさないよ。まあけどとりあえずいただき入ったから、それでもやめることもできるし、伸ばし切りましょう。いや、そう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 、すごい、めちゃめちゃ出したらいい。まあまあ1500枚は行くけんね、行くときは。全然無茶は言ってない。AO の1500枚よりは絶対簡単。全然。ナイス。よっけい。100いこう、100。100いって3分の1取りたい。頼む。100。頼むサブ1。サブ1よ。引けるものですよ。引ける気がする。てか引かなきゃいけない。いきますよ。はい、いきますよ。ここね。シャラい。あのぬらーっていうのがたまらんね。
社長ありがとうございました。それでは皆様引き続き業務に励んでください。男の生き様見せてやるぜ。乗せていかないといけない。ここで待ってりゃまた会えると思ってた。うわー、あ、出会いくなる。あー、ちゃめ。あ、お滑る。うん、オッケー。さあさあ、出会いくを引くならここですよ。私にふさわしい最高に生かした街だ。リプナビで中、夜はこれからだ。いきなりアクション。おはは、早い。おお、うまい。もう鏡一択で。ああ、そう、縛る縛る。はい、なるほどね。ボーナス。これがさあストック分。まだなんかおる。危ねえ、ギリギリ。だけどほぼほぼまくった。よかった。ケイ、ありがとう。なんや、何やこの目は。やっぱ早いな。あっという間や。天国と引き戻し見てもプラスっぽいっす。そうだね、ちょうどどっちも見れる。いや、いいよ。ここでね、プラ前に戻ったことが大事。でかい。まだ回える。こういう時早くしろよって思いますね。すぐ当たれよって。帰り。ああ、ナイス。
あるやつじゃねこれ逆に。あるある、また引き戻しじゃない。おお戻った、嬉しい。ボーナスですわ。チャンスよ。今なら来たな。班長、早く戻って。なんでしょう。今行くぜ。一歩一歩。惜しい。伸びねえな、やっぱな。はい、こちらをご覧ください。頑張れ。オープン。まだやるのか。セカンドゲーム。レディーオープン。まだやるのか。赤に全部よ。うん。わしの金だ。ダクシュー。うわ。完全に表紙と思った。お前だ。穴を狙え。うまい。素晴らしい。素晴らしいくらい、うまいっすね、素晴らしいね。俺は素晴らしいわ。完全に展開が、いや引き戻しみたいなもんやけん。もうこれはリカク、リカク。素晴らしくない。素晴らしいな、うまい。人が変わってる時点で多分ないんだよ。こんな角の1台だけピンズドで入るとかないわ。俺には分かる。だいたい来年撤去する台に設定とか入れ、経営的観念から設定配分を読む。いやいや助かったけど、プラテンしてくれた。いやもう理想的展開、超絶ありがてえ。当たりそうっすね。なるほど。いやまあちょっと一回見て打つ台がなかったらあいつを打とう。これとかもちょっと臭いんだけどね。5の11。あ俺の1170余りが。じゃあクレア打ってみますか。というわけで5の10ジャパン197回転。当たりました。当たりました。ありがとうございます。
れか、あの球か、魚群球。当たりました。桃鉄よし、まあやっぱね、年末といえば桃鉄の季節なんでね。目的地カード、2分1、うん、素晴らしい。あ、楽しかった。皆さんお疲れ様でした。大丈夫。じゃあ結果の方を早速。いや危なかったんです。ヘウレカ2を打とうとして張り切って抽選1番に引いたら137番っていうケツから5番目ぐらいの番号。というわけで、投資が、3万円の回収が2400枚ぐらい、4万円。はい。いや、100完走の帳盤初めて引いたんよ。いただきだーしくぬるりと言ったらフリーズと一緒やけんね。そうですね、お上手でした。よかった。美味しいお酒を飲んでください。なんとかね、最後。じゃあこの後の忘年会の様子を見て今年の萌えかすは終わりです。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。さよなら。今年でお疲れ様でした。下野さんも入って。バインダーがないんだ。どうすればいいんだ。乾杯。2019年ヤローさんの目標を聞きたいよ俺。え、お父さん。もっとはちゃめちゃにします。今より。